はじめまして、私は八大チーム長野のイメージキャラクター、長野わさびです。よろしくお願いします。私は今めちゃめちゃお腹が空いてるので、今日はたくさんいっぱいお腹いっぱい食べれるお店を紹介したいと思います。それはこちらです。ママそばに入っていきたいと思います。素敵なお店ですね。じゃあこっちの方に行ってみましょう。こんにちは。あさみちゃん、いらっしゃい。また来ちゃいました。嬉しいです。上がってくれます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今期間限定の製品がありまして、商品ですね、冷やかけそば&冷や汁セットっていうのがおすすめです。あー、美味しそう。こちらの製品、暑い夏にぴったりの喉越しがさらっと食べてもらえるものになっていて、こちら汁の中にそばが入っているんですが、このそばを食べてもらった後にご飯を中に入れて、さらにいろいろトッピングを楽しんでいただいて、混ぜてお好みの味にしてて食べてもらうものになってます。あ、美味しそう。美味しい。でも私、イジムサバは、あ、イジムサバだ。そのわさびちゃんにおすすめのセットがあります。私はいっぱい知ってるんですけど、視聴者の皆さんは知らないので説明お願いします。はい、わかりました。こちらのママそばではランチメニューのセットメニューを4個ご用意しております。A、B、C、D のセットなんですけど、まず A ランチ、 A ランチのセットメニューがこちらの天ぷらの中からお皿1回分盛り放題になっております。あとプラスサラダの盛り放題です。さらにこちらのご飯もおかわり自由になっていて、でこちらでお得なポイントが、ご飯をつけていただくと、こちらのご飯の上に天ぷらを乗せて天丼を作っていただくことができます。なのでモリモリ食べる、そうなんですよ、セットになっております。でお次の B ランチ、 B ランチが天ぷらとサラダの盛り放題になっております。でこちらの C セットですね、 C セットになると1回盛り放題とライスの盛り放題がついているものと、 B セット、天ぷら1回盛り放題が2つついているもの、4つの中から選んでいただきます。めちゃめちゃお得ですね。そうなんです。食べ放題いっぱい、もうお腹いっぱいになる。イジムさんにはもうたまらないメニューになってますね。わさびちゃん。はい。じゃ早速、はい、一回盛り放題挑戦してみましょう。挑戦します。はい、このお皿に盛り放題で、ね、盛り放題。ちょっとコツがありまして、こちらコツは建築方式です。建築方式。なので土台のしっかりしたもの、しっかりしたものからしっかりと。まずは土台を、土台を作ってから持っていくってことですね。最後はピラミッドのようにバランスを取っていただけるとたくさん盛れます。いやでも美味しく食べれる量を盛りたいと思います。わさびちゃんありがとう。フードロスもあるので、そうですね、美味しく食べれる量盛りたいと思います。頑張ります。頑張ります。じゃあ早速こちらお借りします。じゃあもう旬野菜のズッキーニから盛りたいと思います。こちらのお野菜がママが畑で実際に作ってる地元の無農薬で作ってる朝採れたお野菜なので、とても美味しくフレッシュで味わっていただけます。もうママさんがもう自分で作ったお野菜だったんですね。そうなんですよ。じゃあ今度はこっちのピーマンを盛りたいと思います。じゃあ今度はこっちの大葉で、大葉めちゃめちゃ大好きなんですよね私。あとはナスと、どうしよう。あ、ブロッコリーの天ぷらって結構珍しいからこれで。ね、あまりないですよね。あまりないですよね。じゃあこれで私は完成します。ちゃんいいの？あ、もうこれで大丈夫ですか？美味しく食べたいと思います。こちらお願いします。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、美味しそう。ありがとうございます。こちら、中の麺をまずお召し上がりいただいて、麺が全部なくなったらご飯を入れて、こちらになる具をお好みで、お好みで混ぜて召し上がっていただきます。わかりました。はい、これってなんだ？わさみちゃんありがとう。これは朝
ママの畑で採れたズッキーニだよ、うん、ズッキーニ、そう、ズッキーニを揚げて煮浸し、そばつゆをつけてるから、ぜひ食べてみてね。絶対ご飯と合う、うん、めっちゃ楽しみです。いただきます。お召し上がりください。いただきます。まずこっちのそばからいただきます。あ、結構細麺のそばですね。大人気商品です。いや、これ暑い夏にぴったりですね。よかったです。すごいシソと天かすがめちゃめちゃよく合います。嬉しい。すごい、混ぜ混ぜして、ね、あ、混ぜ混ぜして、あ、梅も入ってますね。そうなんですよ。いただきます。さっぱりとね、食べていただけるように。うん、梅ともよく合います。じゃあこっちのズッキーニいただきます。うん、めちゃめちゃ美味しいです。甘いです、うん、すっごく甘いです。そうなんですよ、こんなズッキーニすごい初めて食べました。あ、嬉しいです。めちゃめちゃ美味しいです。取り立てってね、味がやっぱり、うん、一段とね、食材の味も味がしっかりしてて、ズッキーニの良さがすごい出てます。じゃあこっちのさっき取った天ぷらのももいただきます。じゃあこの最初ナスの方いただきます。うん、すごく柔らかいです。すごい衣もサクサクでめちゃめちゃ進みます。ありがとうございます。ナスは夏のね、暑い時期に水分が抜けちゃう、汗で抜けちゃう水分を、ナスってみずみずしさで体を潤してくれるので、夏はぴったりな食材です。こっちの大葉も、わさび大葉が一番大好きです。嬉しい。爽やかで美味しいよね。すごいサクサク音が響きます。そして食材が甘いと、このままでもね、美味しいよね。こちらに天つゆと塩もご用意してあるので、お好みでかけてお召し上がりください。塩は絶対合いますね。今気づいたんですけど、うん、これつゆを固めてるんですか？そうなんですよ、薄まらないように。めちゃめちゃすごいです。そう、全然足が薄まらないなって思って、今よく見たらつゆが変わってました。それは何ですか？氷ですか？氷がしっかり入っていて、つゆが凍って塊になってる。あ、いや、もう凍らせたつゆと、そこに凍らせたつゆを入れてるので、あの、本当に冷たくさっぱりいただける。溶けても薄まることはないみたい。薄まらないように。そうなんです、そうなんです。やっぱりお蕎麦ってつゆが同じ味だから、たまに飽きる人とかいるじゃないですか。でもこれはもう天ぷらもあるし、薬味も、そしてつゆもあるし、めちゃめちゃ飽きないです。嬉しいです。はい、わさびちゃん、いっぱい食べたね、はい、いっぱい食べました。次にご飯を中に入れていただいて、そのまま入れていいんですか？はい、そうです。はい、これ、サバの水煮と、やっこと、キュウリの塩もみ、こちらお好みの量を、お好みの量、うん、じゃあ入れたいと思います。じゃあサバ大好きなので、ちょっと全部入れちゃいます。美味しいよね。じゃあこっち、お豆腐も、じゃあ半分ぐらい入れます。こっちのキュウリもこんな感じで、はい、混ぜ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 、はい、お召し上がりください。はい。お茶漬けみたいな感じですね。そうなんです、そうなんです。本当に冷たいのでね、サラ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 いっちゃいます。これ本当に暑い夏にぴったりですね。ありがとうございます。じゃあいただきます。どうですか？すごく合います。あ、よかった。すごく合います。すごい冷たいつゆでご飯を食べるっていうことが初
すごい私初めてなのでどうかなって思ったらめちゃめちゃよく合います。すごいサバの旨味とキュウリのさっぱり感と豆腐の柔らかさとあとさっきの天かすとシソの美味しさが全部まとまってめちゃめちゃ美味しくなりました。これそうなんですよ。ぜひ食べにいらしてください。お待ちしております。お待ちしてます。